通信や CNN テレビによりますと、墜落したのはカリブ海のドミニカ共和国のサントドミンゴ行きのアメリカン航空の587便エアバス A300 型機で、ニューヨークのケネディ国際空港を離陸して間もなく、日本時間の昨夜11時過ぎ、ニューヨークのクイーンズ地区の住宅地に墜落しました。この事故で少なくとも4つの建物が炎上し、現在も煙が上がっています。 CNN テレビは、墜落したアメリカン航空機には乗客246人、乗員9人の合わせて255人が乗っていたと伝えています。 FAA アメリカ連邦航空局は、旅客機が墜落した原因について、今のところテロによる墜落という情報はなく、あらゆる可能性を考えていると話しています。現場に駆けつけたニューヨークのジュリアーニ市長の話として、 CNN テレビが伝えたところによりますと、旅客機はエンジンと機体が別々に分かれて墜落したと。消防士が駆けつけ、消火活動や救出活動に当たっているということです。またケネディ国際空港とラガーディア空港、それにニューアーク空港のニューヨーク周辺の3つの空港が閉鎖されたほか、ニューヨーク市内の全ての橋やトンネルの通行が禁止されたということです。アメリカでは9月11日に3機の旅客機がハイジャックされ、ニューヨークの世界貿易センタービルやワシントン郊外の総省に激突した同時多発テロ事件が起きて以来、機内に持ち込まれる荷物のチェック体制を厳重にしたり、空港警備のために周辺を動員したりするなど、航空機や空港の安全を確保するための体制が大幅に強化されていました。アメリカン航空機が墜落した原因はまだ分かっておらず、 FAA アメリカ連邦航空局でも、JFK の国際空港を飛び立って、およそ8キロ空港
から8キロ離れた地点に墜落したということです。CNN テレビあるいはロイター通信などの情報を総合しますと、 JFK 南側8キロの住宅地にこの飛行機は墜落しておりまして、エンジンが落ちた、機体が落ちたところ別々のところで炎上しているということです。住宅4棟が燃えているという情報も入っています。救助活動、消火活動を行っていますけれども、現在もまだ煙が出ているという状況です。繰り返します。今朝ニューヨーク時間の午前9時15分、日本時間で午後11時15分に JFK ジョン・F・ケネディ国際空港を離陸したアメリカン航空の587便、エアバス A300 型機が空港から8キロ離れた地点に、この飛行機は JFK の国際空港を飛び立ってドミニカ共和国のサントドミンゴに向かうところでした。この飛行機には乗員乗客合わせて275人が乗っているということです。乗客246人、乗員9人の